ちは福岡県を中心に活動しているアイドルグループ九州キューピッツキュンキュンです。よろしくお願いします。はい、今日は全道寺鎮西夏祭りにお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちキュンキュンはですね、福岡を中心に活動しているアイドルグループで、月に2回の正規ライブやさまざまなイベントに出演させていただいているんですけれども、まあ、皆さん去年も出演させていただいたんですけれども、見たことあるよって方いらっしゃいますか？手挙げてください。あ、結構いらっしゃる。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。でもまだまだ知らない方も多いかと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。はい、ミミピョンこと浅田ミミです。イエーイ。はい、フラワこと結城花香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、かなやんこと長尾かな子です。イエーイ。はい、ゆかちんこと山岡ゆかです。イエーイ。はい、あちゃみこと丸山あさみです。イエーイ。はい、ちびたかこと坂地えりかです。イエーイ。はい、キュンキュン総勢20名で活動しているんですけれども、今日は選抜の6名でやってきましたので、この6名でしっかり盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、実は今日来ているメンバーの中にくるみ市出身がいるんだよね。はーい。お、2人もいる。お、フラワちゃんとアチャミンね。はい、はい、地元でできるということですごい2人も楽しみに来ているので、そこの部分も皆さんに注目して見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。早速ですけれども、明日、すいません、今月8月5日にキュンキュンがアイスイートという新曲を発売しました。で、そちらの新曲なんですけれども、おい、リコンのデイリーランキングでなんと18位に入ることができました。イエーイ。いや、ほんと皆さんの応援のおかげで、はい、オリコンデイリーランキング18位をいただくことができましたね。本当に20位台に入ることを目標にリリースイベントなどやってたので、はい、メンバー本当に嬉しくて、その新曲を今度はこの次に歌いたいと思います。キュンキュンのアイスイートはキュンキュンとした珍しい夏のテーマのした曲で、はい、メンバーの切ない表情とかはしゃぐ姿とかの注目してもらって、そちらも聴いてほしいです。はい、はい、じゃあそれでは早速ですけど聴いてもらいたいと思います。聴いてください、アイスイート。We'll be right back.
いよるあしたの曲となりました。皆さん手拍子でもいいのでそれぞれ楽しんでてください。九州キューピッツキュンキュンの皆さんでした。